どうもゆうさです。はい、マイクラやってみます。はい、ほぼほぼ知識はないです。はい、本当に多分 99% 知らないと言ってもいいと思います。一度だけ PC でちょっとだけ実況を撮ったんですけど、データがぶっ飛んじゃってその後やれてなくて、多分ね3時間2時間ぐらいは遊んだと思うんです。動画残ってるとは思うんですけど、その続きようやくできるとスイッチで買いました。で、それを見ていただいたら、まあ、一番わかりやすいんですけど、本当に、知らないです。珍しく知らないです、本当に。なので、ちょっとこれでいいのかな、マリオマッシュアップテンプレートでいいのかな、わからん。とりあえず世界を新しく作成、よくわかんないですよね。もうすでによくわからないんですけど、マイワールド、勇者ワールドにしておこうか。じゃあダサ、前何にしたんやろ。勇者ダッサいな。え、みんなこんなん自分でこのダサいのつけてやってんのかな。まあいいか。ちょっと待って。サバイバルでいいんですよね。サバイバル、クリエイティブ、ノーマル。ちょっとわからないんですけど、まあとりあえず、わからないんですけど、とりあえずまあこれでいいか。マルチプレイヤー。まあまあ、とりあえず自分でいいんですけど。これでいいのかな。作る。カボチャをくり抜くにはハサミを使います。オンラインプレイは評価されていません。何を言ってんだてめえは。早々読み込み中。これ今映ってんのなんか地下みたいなところかな。溶岩があって、あの青いやつなんやろう、火かな。来た。そう、松明を置いたら、夜に松明を置いたら、ちょっとなんかお化け的なやつが来ないんですよ。そうなんです、攻略法なんですよ、それが多分。っていうか何をすればいいのかわからんけど、とりあえず生き残ればいいんですよね。来た。え、チャットを開く。チャットなんかいいよ、静かや。あ、来た。え、これジャンプか。おお。ん、あ、目おるな。あいつ肉ですよ。ご飯食べなあかんから。ダッシュはどうやるんやろ。これがフォフォ。こ、あれ、こうか。これで、あれ、なんかあれ、あ、素手やからあかんのかな。ほんほんほん。あ、一応こんなこともできる。ちょっと待って、こうやったら掘れる。おお、いいね。あれどうやって選ぶんやろ。あ、こうか。で置くとか。まっさらな地図、これどうやって見んの。これまっさらな地図どうやって見ればいいんやろ。持ち物半分取る。何や半分取るって。ルールはちょっといろいろ分からんが、懐いとんな。懐いとる。まあ、ルールはそのうち覚えてくるでしょ。よし、とりあえずちょっと自分のまず家的なものを作りたいから、なんか材料集めようかな。多分ね、なんかね、そのクワ的なものを作らないとあかんのよね。なんかそんなんやったと思うんですよ。うわー、広っ。ちょっとね、夜になったら多分ね、お化け的なやつが来よるから、ゾンビ的な、そうそう思い出した、ゾンビ的なやつが来よるから、でなんか骨的なやつが来よんのよ。だからちょっとそれをなんとかするために、あの、あれ作らなあかんねんて。松明みたいなやつと、
家をちょっと家作りたいわ。洞窟カフェみたいなの作りたいわ。これ泳げるんでしたっけね。確か泳げると思う。どこに作る？あそこいいな。なんか山があるね。あそこ行こう。あ、苔や。苔ですけど、どうしようかな。木をちょっと回収するか。これ取れんのかな。あ、いけてる。あ、いけてるいけてる。クラフトみたいなのしなあかんのよ。そうや、思い出したぞ。それはこれや、クラフトや。これでエリック・クラフトンや。これでこれや。あれ違うな。ん、なんかおかしなった。なんかね、木を組み合わせるのよね、多分ね。で、お、来た。木材。来た。木材を作りました。で、木材を、ポン、あ？カシの木のボタン。一つ置く。なんか三つ置いたりすんねん、多分ね。あれ？あれ？おかしなった。あ、でも、あれじゃない。これ、作業台や。来た。クラフト。これ、カシの木の重量感知板。あ、いや、それは作ろうとしたやつか。これでいいのかな。すいませんね。ちょっと、よくわかってないんで、これでいいのか。で、抜けて、これをどっか置けばいいのかな。あ、白樺や。買った。だからやっぱこの買ったいやつをガチ回収するために、あ、豚か。あれ豚も鳥もおるね。天国やな、ここ。あれ豚やな。よし、ここは天国や。おい豚、こら、おら豚、こら、おら豚、こら。よし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 、肉取った。これ多分ご飯や。よし、おら豚、こら、俺ら豚、これ。で、これ。これいいね。もっとでも強い武器的なものが欲しいですね。ちょっと木材を集めよう。時間みたいなのどこに表示されてんのかな。もうとりあえず適当に見るしかないのかな。だいたい晴れてたらみたいなことなのかな。今太陽の位置を見とけばいいのかな。ちょっとわからん。拠点作らなあかんから、まず拠点を作ろう。あ、家やった。ちょっと待って、家やったで。あそこを寝床とする。わ、来た。第一村人おるんじゃ。これ来た。よし、すごい山。この山を自分の家にしようとしたんですけど、あれ家あるから、もう絶対家行った方がいいっすよね。捨てられた村があって。来たね。いや、これちょっと待って、落ちひんかな、大丈夫？泳げる。よし。よい。はぁ。ん？あ、お前、ほら。バッファロー的なやつか。来たこれ。よし、いいぞ。うわ、蜘蛛の巣めっちゃ張ってるわ。もうやっぱ捨てられた村、いや、おるな。いや、馬。お？箱みたいな。蜘蛛の巣ですよね。こんなカッチカチの蜘蛛の巣あるけ？聞いたことないぞ、こんなもん。いや、カッチカチやで、これ。嘘。ちょっとずつハゲてるね。マジか。あ、取れた。ん？やっと取れた。だから何っていう。
ちょっとざっくり見ていってみましょうか。これ買われてるんですよね、多分。ほら、すげえ。こんなことできるんや。うん、あ、福さん。すいません。失礼します。畑かな、あれ。おお、おお、全然普通に。開く。あれ？来た、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。ジュエル！盗もう、ジュエルを。ジュエル！パン。これは？本。本。おうおう。じゃがいもとかパンとか。ポピー。車に乗せるやつですね。はっ！なんやねん。お前誰やねん。ちょ、なんやねん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 。ちょ、なんやねん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 。子供？顔色めちゃくちゃ悪ない？え？ここの家の人かな？いや、死ぬほど顔色悪い。大丈夫かな？まあいいか。まあ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 、そういう人もいるでしょう。ちょっと病気なんやね、多分。直してあげなあかん。あの人だけかな。他の、あ、ほら、イハルもほら。ほら。この、みんな家の前にイハルのかな。ちょっと待ってよ。一応全家見てみようか。たぶん、呪われし村なんかな、これ。ここらんな。猫。猫おるよ。金の塊きた。金だけ盗んでいこう。羽。いいね。なんかさ、クラフトできそうやな。なんか声がすんねん。近くない？絶対おるな。この家も誰かおる、多分。あれ？なんか近くで声がするのよね。ああ、ほれほれ、やった。これ多分ね、この家の人ですよ。で、なんか落ちてる。ヘビ？なんか取った。これなんやろ？これ、あ、花か。よし、ちょ、自分の家をさ、ちょっと確保したいよな。みんなでもね、持ち家を持ってはるんですよね。ほら、住んどるね。いや、申し訳ないよね。これ、花に囲まれた家がいいなと僕は思ってるんです。誰もああ、言い張るね。ちょっと待ってよ。どこ行こうかな。ちょっと暗くなるからな、これ。まあ、いいや。もうこいつら家あるから、僕ちょっと自分の拠点というか、もうおしゃれな家を持ちたいから、ここにしようか。どんな、なんか遊ぶんかな。ちゃうねん、ちょっと俺家作りたいね。あれ、なんか食らった。あ、雲的なやつが来てる。てかやばい、夜になってんのか。ちょっとどうしよう。あー、またなんかパジャマ着替えてはるわ。ダッサ。そういう人もいはんねやわ。ちょっと待ってよ。多分雲が追っかけてきたんですよね。うぜえな。ちょっと待ってよ。いや、ちょっとね、夜しんどいのよ。確か。夜しんどいんすよ、このゲーム。うわ、めっちゃなんかいろいろ置いてあるわ。高いところ行こうかな。なんか絶対その、怖いやつ、お、怖いやつが、ほれほれ、怖いやつが来んねん。あかん。家入ろう、家入ろう。ちょっと待って。家入ってれば多分大丈夫やから。こう、こういうことやな。よし。あ、やりやす。よし。これでとりあえず OK か。言うとけ、言うとけ。作業だよ、こう。ちょっとなんか作業してみよう。フランスギク。ちょっと今はまだあれです。操作がね、ままならないんでごめんなさいね。来たー。機動剣とか作れるやん。剣作る。あ、
来てる来てる。これあ、何ちょっとレシピみたいなのがあるのか。これええー、な、あの棒みたいなのどうやって作るんやろね。こうやって作っていくってことや。ハーフブロック、ドア、ドア、ドア来た。もっと木集めてこないといけない。この辺が作りたい。棒どうやって作るんだよ。棒、棒はどうやって作るんだと。よし、縦に並べるみたいなことかな。ほれ来た。いや来たね来たね。そういうことなんですよ。これはなんか前にそうイメージをこういうことやっていうのを確かやったのよ。これでどうやってやればいいの。これえ、これでクラフトどうやってすれば、あれあれクラフトこれか。ポイン。ちょっと次さ、夜が明けたらさ、ちょっと行こう。あ、ここ出てるわ、棒。これこれこれ作らなあかんねん。これや。うわぁ、ちょっと待って、その石炭みたいなやつがいるやんけ。マジか。聞いてないぞ、それ、石炭は。知らんぞ、女もんは。ちょっと待ってよ。面白いな、これでも。いろいろ作れますわ。これ、ここで作れるの楽でいいね。ぽい、ぽい。作れるやつは色が変わってるから。で、ん？あ、持ってる中で作れるものってこと言ってんの？え、剣無理なん？これ無理なんかな？あ、違う違う違う。台で作らなあかんねん、台で。やれるはずよ。これで、これでしか剣は作れへんってことか。来たー！よーしよ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 し、来た！木のくわ、木のシャベル、木のつるはし、木の斧、剣。やっぱ男はロマン、剣と、つるはしですね。多分ツルハシとクワかな。こうかな。ツルハシで、これで旅に出よう。よし、来たぜ。箱もいるな。こんないっぱい物持っててもって感じですもんね。あとは、おそらくこの生肉、種、生肉を、地図はどうやって見るんやろ。ちょっと地図の見方がよくわからないんですけど、生肉は調理しなあかんと思うんですよ、多分なんですよね。で、装備はしてる状態か。おー、いいねいいね。オッケーオッケー。で、食い物はまあまあいいとして、っていうかここめっちゃいいやん。もう完全に拠点となりましたね、ここが。あ、いいねこれ。いやでも食うものすカッチカチやな。硬っ、めっちゃ硬い。マジか、食うものすこんなんか。かてえ。よし、オッケー。ふう、ベッドで寝ることはできひんのかな。あ、眠るできるわ。と、一応クワをここに置いて寝ようか。モンスターが近くにいるため眠ることはできません。気が散ってしゃあないのか。そうなんや、モンスター近くにおんのか。まあ声はしてますわ。でも電報がいいな。なんかこうむざむざ殺されるのは嫌や。ミスミス殺されるのは嫌やから、ちょっとここ我慢やね。ちょっと木材を、よし、いい感じの家ができたやん。もうここで一生暮らそう。まあ幸いね、友達たちもたくさんいますしね。まあ、夜モンスターが来おらへんように
するしかないわな。ちょっと日が明けるまではちょっとこのままで私待ちたいなと思います。じゃあ次回はこの私の村をもう少し探索するということでいきましょう。では次回。